こんにちは、ベラ大阪の一角です、今日は、リアルサロンワークということでアシスタントのりんちゃんに来ていただきました。よいしょー。今日はどうしますか。前郷さんに切ってもらった残りがちょっと残ってるんで、うん、でもまだちょっとウルフにしたいんで。いつ切ったっけ最後。4ヶ月前ぐらいです。結構伸びてますもんね。ウルフ感は残したい。残したいです。前髪とかも。前髪がちょっとワイドバングなんで、なくしてなくしていきたい。生きていきたい。生きていきたい。なくして生きていきたい。なくして生きていきたい。なくしていきたい。じゃあ今日マッシュウルフで、はい、行きましょう。はい。人気やもんね。ウルフから入って飽きてきた人なんかみんなマッシュウルフになってる気がするというか、メンズでも多いし人気なんやけど、切れへん美容師さんって結構多いと思うんですよ。まあ、僕も多分最初デビューした時に全くマッシュウルフとかわからんかったんで。マッシュウルフのポイントなんですけど、なんかその横から見た時のシルエットってすごいやっぱ大事、全部のスタイルも大事なんですけど、特にやっぱりこう丸みが出るウェイト部分と、やっぱしっかりここくびれてくる部分っていうのが、やっぱり横から見た時のバランスってやっぱしっかり見て大事だと思うので、あとは顔周りですねのバランスっていうのもお客様の骨格に合わせて切っていくので、そういうところのポイントをしっかりちょっと解説しながら切っていこうかなと思います。はい、じゃあ早速カットしていきます。でまずはブロッキングなんですけど、でちょうどその頭の丸みの部分っていうのが、ここが多分一番お客様によって違うんですけど張ってる部分っていうのがあるので、そのよりちょっと下の部分、まあ、スタイルによってこれも変わってくるんですけど、まあ、そのウェイトっていうのをまず決めてほしくて、高いんだったら多分ここを高く入れるとハイレイヤーになってすごい被ってくるので、結構ペラペラな感じになってくると思う。だから結構量が多かったりとかしたらもうそれぐらいいってもいいかもしれないです。なんで、まあ、りんちゃんはそんなめっちゃ多いってわけでもないので、一番張ってる部分のちょっと下ぐらいから立っていきます。じゃあ早速切っていきます。でまずガイドですね。厚み欲しい、ペラペラすぎるん嫌だよね、だったらそうこれぐらい切ります。いきます。しっかり見てこれぐらいかな。結構セームレイヤーな感じですねここは。で次のガイドを取って、僕前のガイドとつなげていくって感じで全部切っていきます。でポイントとしては全部頭皮に対して切るというよりもガイドに合わせて全部合わせていってあげた方がいいです。じゃないとすごいここが短くなっちゃうので、ダイレクションかけて毛を逃がしていってください。でまずアウトラインを決めます。で最後にこういう厚みの部分とかで結構調整することが多いので、まあ、一旦中間を軽くするってイメージで最後チェック入れます。バックはレイヤー入れ終わった状態なんですけど、ここからもう一旦外しちゃって、もう本当に2セクションですね。全く別物の被ってる状態になります。で、まあ、結構後ろから切ってウェイトここで決めてこう切っていかれる方多いと思うんですけど、僕はもう今回ちょっと前髪からガイドにちょっと切っていこうかなと思います。なんで前髪から切るんですか。前髪から切る理由としては、まずここ切るじゃないですか、はい、でそこから今日はちょっとこうつなげていく感じにするんですけど、そこのつながりをそのままつなげていきたいっていう感じですね。イメージで言うとやっぱりどうしても後ろから切っちゃうと、まあ、切れる人はいいんですけど、まあ、切っていってでそこからどうしてもサイドが短くなりすぎたりとかっていうことが多いと思うので、まず一番ガイドにするポイントとしては、まあ、前髪からこう徐々に前上がりの感じで作っていきたいので、そこから下がっていくっていう感じに切っていった方が、まあ、失敗はしづらいかなっていう感じで切ります。で前髪なんですけどちょっとだけリフトしてください。ごめんねリンちゃん。はい、ちょっと切りますね。はい、で前髪のガイド作りました。そこからちょっとこう徐々にラウンドさせていってつなげます。でちょっとしっかりチェックしつつでお願いします。でまあ毛量調整とかは後でするので、まあ、先にまず本当にベースカットっていう意味で切っていってください。はい、でこの顔周りからの続きなんですけど、ここ残したいということなのであんまり切り込みすぎない感じでいきます。逃がし気味でいきます。はい、で顔周りをつなげて、でここの角度なんですけど、入りすぎると
結構長さ切っちゃうので最初ちょっとこう逃がしながら切っていってください。耳かけたいって感じね。はい。でそれに合わせて徐々にダイレクションをかけながら、まあ、かつ、グラデーションを入れながら切っていくんですけど、これをちょっとどうしてもワンレングスで切っちゃうともうキノコヘアになっちゃうので、あんまりこうそれはやりすぎない方がいいですね。まあお客さん好みなんですけど、まあ、めっちゃモードが好きな場合はワンレンでバチって切っちゃってもいいかなと思います。モード学園かやらされました。すいません、あの女性に手を投げたらダメですよ。ごめんね、りーちゃん。はい、だから、まあ、グラデーションかけつつ切りますね。で、この顔周りに合わせて徐々にグラデーションかけつつ長さを切っていくという、前に前に引きながら切っててください。で、この時の手の角度なんですけど、これをこうしすぎると結構長さ切れちゃうので極力45度ぐらいですかね、僕は切ってるのは今ぐらいで切っていくと、まあ、長さ切れつつグラデーション入りつつっていう感じで切っております。で、ここちょうど耳ここぐらいまでですね、切っていきます。で、ちょっとチェックしながらいきますね。はい、で、今イヤー2のとこまで切ったんですけど、ここから後ろにつながっていくとこなんですけど、ここからはもう縦スラで角をつなげていきます。で、縦の方が結構馴染みがいいんで、ここの角をチョップで落としていく感じですね。で、さっき切ったそのここに短い毛があるので、そこは落としてください。で、角をチョップで切っていくっていう感じですね。ギューッと上げて角をトップで落としていく。で、この時に落ちた毛を見た時にしっかりウェイトがどこに来るかっていうのを見ながら切っていただきたいです。横で切るとどうしてもパツッと感が出ちゃうので、リアルサロンワークだとこれぐらいの方がだいぶ馴染んでくれるかなと思います。はい、で今ベースカット終わってドライカット入ります。今めちゃめちゃ量がある状態で、で特にこういう今レイヤー入ってなくてマッシュにした部分ってここら辺がすごいやっぱたまりやすいんですよ。ここはもう絶対的に軽くしてください。で、顔周りは透けないのでチョップでぼかしてなじませるっていう感じにするんですけど、もうとにかくこの鉢周りですね、頭大きく見えちゃうのでここはついていきます。いきます。じゃあここで割っていきます。顔周りはちょっとキサキサキって割っていきます。でもこれできるようになってからもうめちゃめちゃカットスピード上がった気がしますね。打つ場所間違えへんくできるようになってきたらもう最強よね、はい、確かに。もうマジ早いもんね。早いですね。で、横サイド割りで隙終わったら次はアンダーですね。アンダーがちょっと軽めは嫌なのでちょっと重めに突いていきます。これはもう削いでもらっても全然いいですし、まあ、センニングでもって感じなんですけど、まあ、厚み見ながら切っていてください。やっぱ中間がたまりやすいんで中間はまあしっかりめについてあげてください。多いね、りんちゃん。無料多い。無料化け無料化けですね。はい、じゃあ全体的に、量を取ったんで、あとは毛先の重みですね。ここまだチョップカット入れてないのでまだブラント感が残ってるので全体的にチョップカットしていきます。で、チョップなんですけど深さなんですけど、まあ、めっちゃ深く入れることもいいんですけど、毛先1センチぐらいチョップしてあげるぐらいが一番こう内に収まってくる感じにはなってくるので、深く入れすぎると、まあ、結構ストーンとボリュームは落ちるので、丸み残したい場合は毛先のみチョップ入れてあげる方がいいと思います。で、切っていきます。で、この顔周りがやっぱりブラントで切ってるのでボリュームがすごいあるので、ここをちょっとぼかしていきます。やっていくと結構この毛先が馴染んでくるので、まあ本当難しいことはしてないんで、まあチョップカットです。はいはい。で、今ちょうど質感調整終わって全体にチョップカット入れていった感じですね。で、まあ、全体的に軽く前髪も重すぎずぐらいで切っていってます。やっぱチョップカットするとちょっと短くやっぱなってくるので、気持ちやっぱ長めに設定してあげた方がやっぱり質感調整で長さ調整もできるので、ベースカットでバチってこのラインで決めすぎるとちょっと上がっちゃうので、気持ちやっぱ長めに切ってあげた方がいいかなと思います。
めっちゃ軽なったでしょ。触ってみてください。全然違いますね。はい、じゃあ仕上げ入っていきます。で、仕上げはアイロンでちょっと艶出しつつ、まあ、若干跳ねさせたりするぐらいで、そんなにグリングリンコテ使って巻いていったりはしないです。ワンカールでも動きが出るので、全体的に外を入れて、でこのマッシュ感出したいところを内って感じですね。ぐらいで本当にシルエット作っていくっていう意味ですね。で、顔周りはもう顔にこう吸い付く感じでちょっと内に入れてあげてください。はい、じゃあアイロン軽く通して、ちょっと仕上げにエアンスです。はい、ビーガンクリアオイルです。匂いがすごいいい匂いで、ゴーさんもお気に入りなんですよね。大好きイランイランの香りですね。イランイラン、まあ、全体的にまあ艶出してほしいんで、ファット、まあ、V1 もなんでね、ちょっとやっぱオイルで艶感があった方がダメージっぽくも言えないのでっていうのと、あとまあこういう顔周りとかの毛はしっかりこうちょっとつけてあげた方が可愛いと思います。めっちゃ可愛い、めちゃくちゃいい、うん、いや、イカさん、はい、乾杯です。いや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 、やめてください、やめてください。リンちゃん完成しました。むちゃくちゃ雰囲気あります。カリスマ美容師にすげえ雰囲気なれますね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。またぜひこの動画に関するコメントは一角がお答えしますので、はい、ぜひなんか切り方だったりとか、マッシュルームしたい人はぜひ一角まで予約お願いします、はい、お願いします。はい、それではまた、バイバイ。結構ベロのスタッフの女性爆毛多いですよね。はい、模様化けですね。いや、もうキエちゃんもやばいですよ。キエちゃんやばい、やばいですね。ショートカットやった時そんなにグラム使うんやってぐらい